だからバロック絵画の特徴ってこの明暗対比だって言うんだけど、画家自身も明暗対比なんだよ。これはオランダの17世紀の画家レンブラント・ファン・レインの夜景という作品ですね、はい、これはすごい作品ですよ。オランダの国宝というとこれが一番に出る作品ですよ。オランダの国宝の絵画に何か文句があるいやその女の子が一人怪しくなんかこれね、はい、それは何なんでしょうという。それはね、正しい疑問ですよ。夜景、夜に警備するっていう意味の夜景って言われるんですけど、うん、これ元の題がね、長いんですよ。フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊、この仲間たちは火縄銃組合、自警団の、まあ、これ集団肖像画って言うんですけど、今でいう記念写真、夜回りに行く感じなんで夜景っていうタイトルがついたんですけども、どうやらこれ昼間らしいんですよ。暗くないですか？暗いんだよ。17世紀の42年だ、レンブラントが41歳の時に描いた。これ17世紀のヨーロッパの美術ね、よくバロック美術って言われるんですよ。ルネサンスが静静かだとしたらバロックはどうなんだよ。ルネサンスが調和だとしたらバロックは対比なんだよ。それで特に明暗対比、暗い部分と明るい部分の対比を極端にすることでドラマチックに演出するっていうのがバロック絵画の場合は非常によく行われた。これをイタリア語でキアロスクーロっていうんだよ。キアロっていうのは光、スクーロはまあ影だ、光と影、明暗対比だから、やっぱり影の部分は普通以上に暗くなるわけだよ。でそのことによって光に当たった部分が普通以上に目立ってくるわけ。で集団肖像画っていうのはさっきも言ったように記念写真みたいなもんだから、みんなでお金出し合って頼むわけだよ。ほなのに結構暗くなっちゃってるよと、これ誰ですかって、なんでここに光当たってるのって話です。でこの女の子がですよ、またいろいろ不気味ですよ。なんでこの鶏下げてんですか。顔もよく見るとこれ子供っていうより大人、子供ババアみたいな感じじゃないですかこれ。だけど結論から言っちゃうと、これ誰かっていうと、前やったドラクロワの自由の女神みたいに、これ実在しない人なんですよ。実在しない女神なんですよ。これも鶏でわかるんですよ。鶏下げてるやついねえだろうって話なわけですよ。でなんで鶏下げてるかっていうと、鶏の爪に注目してほしいんですけど、この鳥の爪、鳥の爪っていうのが火縄銃組合の象徴なので、こっからはですよ、若干こう想像になっていくんですけれども、実はレンブラントがこの作品を描いている最中にレンブラントの愛妻が亡くなっちゃうんですよ。子供を産んでその産後の肥立ちが悪くて、子供は無事に生まれたんだけど奥さんはその後亡くなっちゃうんですよ。亡くなった奥さんの面影を留めているんじゃないかという説があるんですね。それはまあ若い頃のこういう人なんですよ。で似てなくもないんですよ。これレンブラントの奥さんでサスキアっていう人なんですけど、この人はオランダのアムステルダムの有力な画商の姪っ子さんなんです。で割と裕福なうちのお嬢さんなんですよ。レンブラントが出世するきっかけを作ってくれたのがこの奥さんだったんですよ。金目当ての結婚みたいなイメージあるかもしれないですけども、結構ラブラブでもう奥さん大好きだったんですよ。これ花つけてギリシャ神話の花の神フローラのコスプレをさせてるわけですよ。で大体昔の画家で奥さんにコスプレさせて描いてる人はラブラブだと思って間違いない。でそんな中でオランダは市民の国だから、貴族とかがあんまりいない国だから、市民のお金持ちがスポンサーなわけだよね。それまではさ、なんせほら記念写真みたいなもんだからさ、みんなこう正面向いて普通に各集団肖像画が多かったのよ。ところがレンブラントは外科のお医者さんの組合のね、集団肖像画頼まれた時にね、その先生が解剖学の授業をしているところをみんなが見てるみたいな描き方をする作品を描いたわけ。要するに記念写真にシチュエーションつけたわけだよ。もちろんそれ以外も教会の宗教画とか歴史画とか大きな作品も描いて、どんどんお金も儲かっていったんだよ。だからもう結婚して2人イケイケだったんだよ。
そのイケイケを物語るのがこの作品でさ、ついに二人してコスプレを唯一のその不幸だったことは、生まれてくる子供がみんな早くに死んじゃったんだよね。長男と長女と次女かな、相次いで割と赤ちゃんの時に亡くなっちゃうんだよ。またようやく夜景を描いてる頃に妊娠して、でやっと今度次男が生まれたわけだよね。次男が生まれてよかったねって言ってたら、今度奥さんの方が亡くなっちゃったわけですよ。だからそんなこともあって、この奥さんの面影をこの肖像所に残したのか。火縄銃組合も勘弁してくれよだったと思うよ。俺こんなだよっていう意見は当然出たわけですよ。面白いのはこの作品が代表作ですよね。オランダの国宝と呼ばれる代表作になったわけだけど、同時にこの人が転落していくきっかけになった作品でもあるわけですよ。一つはまずこの集団肖像画でやりすぎたんだね。シチュエーションをつけすぎたんだよ。この暗いところでほぼ見えなくなっちゃってる人とか、横顔でよくわかんない人とかいるわけで、同じ金出してこれは納得いきませんよみたいな、やりすぎてちょっと評判が悪くなっちゃうんですよ、まず第一に。で第二に、さっきも言ったように、その幸運の女神だった奥さんが亡くなっちゃうでしょ。で亡くなってまだ生まれたばっかりの赤ちゃんだけに残っちゃったわけですよ、はい、でその血のみごを残されちゃったから、乳母を雇うんですよ。その乳母とできちゃうんですよ。でしかもそれだけだったらよかったのに、別のお手伝いさんともできちゃうわけですよ。ほいで最初にできちゃった乳母の方から婚約不履行で訴えられるんですよ。裁判になっちゃうんですよ。ほいで負けちゃうんですよ、レンブラント。で慰謝料払わなきゃいけなくなっちゃう。でしかもオランダの景気が悪くなってくるんだよ、だんだん。仕事自体もどんどんなくなっていく。ところがこのイケイケ時代にですね、レンブラントは豪邸をローンで購入しちゃって、でローンが支払えなくなるんですよ。それで差し押さえられちゃって、破産宣告受けて、で家も取り上げられちゃって、まあいわゆるこの貧民街に引っ越すことになるんですよ。これが頂点なんだけど、ここからどんどん転落していくんですよ。だからバロック絵画の特徴ってこの明暗対比だって言うんだけど、画家自身も明暗対比なんだよ。だけど2はね、レンブラントは転落してからがいいって言うんだよそのイケイケの頃って、まあでっかい歴史画とかもう堂々たるものすごい立派なうまい絵だけど、そのぐらいうまいやつは他にもいるかなっていう絵なんだよ。ところが転落してからはさ、味が出てくるし、あとやっぱりちょっと新しさが出てくるんだよ。ただ暮らしは苦しくなってしまったっていうことだよね。だそんな意味でこれはある意味このレンブラントの絶頂期の作品であると同時に、転落のきっかけになった作品でもあるってことなんだよね。面白かったら高評価をポチッと、ついでにチャンネル登録して